寄生虫、寄生虫とは、寄生生物の内動物に分類されるものを指す。寄生動物とも、植物における寄生生物は、寄生植物と呼ばれる。寄生の部位によって、体表面に寄生するものを外部寄生虫、体内に寄生するものを内部寄生虫という。寄生虫といったときは、主に内部寄生虫のことを意味することが多いが、外部寄生虫のダニなどを含めることがある。 株油など一時的に付着するだけの吸血性昆虫は、寄生とは言わないのが普通だが、寄生虫学では寄生虫に含めることがある。なお、社会寄生や労働寄生のものは、互換的には含めないようである。寄生虫に寄生される生物を宿主、または寄主と呼ぶ。また、寄生蜂や寄生生のような寄種を食い尽くす生物を捕食寄生者と呼ぶ。 寄生虫と総称される動物のグループには、原生動物門、有区市動物門、中生動物門、変形動物門、線形動物門、類線形動物門、針頭動物門、紐形動物門、関係動物門、節足動物門、絶形動物門などような動物門が含まれている。現在の分類学による、およそ30余りの動物門のうち半数近くに、 寄生性の種が含まれることになり、このうち、中性動物、類線形動物、針頭動物、絶景動物については祖に含まれる全ての種が、寄生性である。極秘動物、脊作動物など、後口動物には、内部寄生する種はほとんど知られていないが、その理由ははっきりと解明されていない。寄生虫はもともとは自由生活をする生物から進化したと考えられている。 寄生性の獲得は様々な生物の系統上で独自して何度も起こったようである。寄生生活への適応の結果として、生物の形態には大きな変化が起こる。吸収や付着、生殖に関する器官が発達する一方、多くの場合に消化器官や感覚器官、運動器官が大幅に退化する。そのためある動物門から進化した寄生性のタが、 形態の違いにより、独立門とみなされてしまうことがある。例えば、下形動物門はすべて寄生性の種からなる門で、以前から、節足動物との禁煙性が指摘されていたが、最近の分子系統解析の成果により、甲殻類のエラオ類に禁煙であることが示された。このため分類者によっては下形動物門を、独立した門とは認めず、節足動物門に含まれるものとする場合がある。 中性動物門はごく少数の細胞からなる生物のグループであるが、その起源については、単細胞生物が多細胞へ進化する過程の生物とする説と、変形動物など構成動物が、寄生生活の結果対価的に進むしたものとする二つの説がある。近年の分子系統分析では、後者の説の方が有力になりつつある。帰省性の種は、多くの場合、 自由生活に必要な期間を失う。退化した期間は再び発達しないことが多い。泥の法則、退化を参照ので、寄生種が自由生活種に再び進化することはほとんど知られていい。ただし、生活間の一部でのみ、寄生生活を営むものもあり、そのような種では寄生生活以外の時期には運動性を保持するのでこの限りではない。狩り鉢やスズメ鉢などは、 奇声はら進化したと考えられている。ただし、幼虫が親に餌を用意してもらっている点では、幼虫の自由生活の能力はないままと見ることも、できる。一般に寄生動物は、体を固定するための構造が発達する。他方、特に内部寄生虫は、使う、必要のない運動器官感覚器官消化器官が値化する。しかし、 生殖器官は発達する場合が多く、体が生殖器官だけになってしまうような例も見受けられる。寄生虫にとって大きな問題となるのは、宿主間をどうやって移動するかである。特に内部寄生虫の場合、生活間のどこかで宿主間の移動をしなければならないが、大型の寄生虫では簡単な方法が少ない。例えば、人に寄生する行虫は、 人の肛門周辺に散乱する。散乱の際に周辺部にかゆみを引き起こし、かきむしった手に、卵が付着して、人から人に移るので、比較的簡単に宿主官を移動するが、やはりよく知られる海中では、卵は、大便と共に体外に排出され、野菜等に付着することで食物として、他人の口に侵入するという経路を持つ。現在の日本では、糞便を肥料に利用することが、 ほとんどないので、海中の感染例は激減している。食物連鎖を利用して宿主への侵入を果たす者もいる。カマキリやカマドウマの寄生虫として有名なハリガネムシは、秋になると生虫が宿主の体外に出て、池などの水辺から水中に入り、そこで産卵する。孵化したハリガネムシの妖精は、まずカギロウなどの水生昆虫の体内に侵入し、 カマキリやカマドウマに宿主が捕食されることで、再び捕食者の体内侵入して生体へと成長する。このように妖精と生体で異なる宿主を持つ場合、妖精の宿主を中間宿主、生体の宿主を収縮主という、中間宿主を複数持つ寄生虫も知られている。収縮主にたどり着けない場合、寄生虫は生体にはなれないことが多い。このような、 複雑な生活感を持つ種では、卵が成虫になる確率は極めて低く、生態は極めてたくさんの卵を産む。さらに、中間宿主の体内で陽性が無性生殖を行って数を増やす例もある。吸虫類や常虫類ではそのような例が多い。例えばエキノコックスは本来はキツネなどを収縮しと、 する小型の常虫類であるが、妖精が人に入った場合、成虫になることができず、妖精のままで無性生殖を繰り返すため、大変危険な症状を引き起こすことがある。生活間の一部でのみ、寄生生活を行う生物も知られており、そのような種では、寄生による変化は大きくない。淡水産の2枚以外には孵化直後に、魚のヒレに寄生するものがあるが、 それ以外の段階では特に寄生性への適用が見られないのが普通である。寄生鉢、寄生生には幼虫期に寄生生活を行うものがあり、これも成虫は、非寄生性の仲間と比べて、形態的にも、運動能力的に大きな差はない。ケンミジ人古類モンストリラメのものは、幼生期に多毛類に寄生する。この類でも生態は自由生活を営むが、後期が退化している。 ある地域に生息する寄生虫の生命詞は、その地域の生物群集においての主観関係や食物網が成立して初めて成り立つものである。例えば食物連鎖のどこかで破綻が起きれば寄生虫は中間宿主にたどり着くことができなくなり、仮にいくら収縮種が豊富に存在していても種を維持することができなくなる。つまり寄生虫が脈々と子孫を残していくためには、 地域の生物群衆が十分に保全されている、必要がある。そのような観点から、寄生虫から群衆を見るという見方もあり得る。例えば、日型の巻き貝を中間宿主とし、鳥を収縮舎とする球虫を調べることから、日型の保全を考えるといったことが試みられている。戦後の日本においては、寄生虫は病気ではないものの結核などの感染症と並び、 国民病の一つとされていた。昭和20年代の全国民の保卵率は70から80%と推定されている。また、戦後の混乱から脱出しつつある1956年に、富山市が市職員に対して行った検査でも45%の効率となっていた。近現代における人の食生活の著しい変化により、従来人の生活に近かった。 寄生虫の感染例は減少傾向にある。例えば人糞の農作利用によって媒介されていた海中の感染例は化学肥料の普及によって大幅に減少した。しかし、動植物の生殖が増えることによって従来はあまり見られなかった新たな寄生虫の症例も増加してきているという。藤田孝一郎博士の研究によれば、サナダムシをはじめとする寄生虫の一部は、 アレルギー反応を抑制する成分を分泌しており、副作用の問題などから実用化には至っていないものの、人のアレルギー症状を抑える、特効薬として期待されている。寄生虫は人間にとって性の公用を持つ可能性もあるが、一般には病原体であり、安易な使用は危険である。また、蒸気サナダムシの公用のみをもって、有害な寄生虫のついた。 農産物に危険性がないとか、寄生虫やその中卵の全般に危険性がない、などと主張する論者も見られる。寄生虫を体外に排出するため、虫下しと呼ばれる薬を飲むことがある。昔から洗壇などが虫下しとして利用されてきた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。